福島県の皆様、こんにちは。自転車競技トラック種目の日本代表選手、新田雄大です。延期ということでオリンピックが1年延びてしまったっていうことを自分の中で落とし込んで、その1年後に向けて自分の目標である金メダルに向けて全力で日々トレーニングをしていきたいと思っております。2011年に見舞われた東日本大震災、非常にこう大変な時期にオリンピックに派遣されていったわけなんですけど、2011年の3月に大震災が起きた後に、直後に世界選手権というものがありまして、この世界選手権での成績が、オリンピックの出場にとても重要になってくる大会になってました。そんな中、まずは大会自体に行っていいものなのかっていうことを、地元の先輩たちにも相談しました。でその時に出してくれた答えっていうのは、もう新田が、走る姿で皆に勇気を与えてくれということを伝えられて、そうか、僕たちは自転車という競技を通じて、スポーツを通じて皆さんに何かを発信するべきなんだなということを学びました。福島はもう本当に、いろんな、災害などで苦しい状況下にあると思うんですけど、この東京オリンピックを通じて、皆さんに少しでもこう勇気や元気を、伝えられるような走りをして、東京オリンピック本当に最高だったって言ってもらえるような大会にできるように、選手として、全力で、もう本当に世界の頂点を目指して頑張っていきたいと思っております。応援よろしくお願いします。2020へ福島。